はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第280回でございます。平成最後のダラダラジオです。一応ね、月曜、日曜じゃないんかいってなってるんですけど、ちょっと日曜スキップしてね、最終日に合わせて今日投稿させてもらいました。で、令和一発目にしようかなとも思ったんですけど、まあ平成最後にですね、ちょっと俺の夢を聞いてくれっていうことで、自分の夢を話していきます。いろんな夢があって、まだいっぱいあるんですけど、そのうち今回ね、その泡というか、中に入ってる5個を話していきます。でもしねちょっと何かの偉い方が聞いてくださって、あ、ハイチって人そんなことやりたいのか、ちょっと一緒にやってみないかなみたいなあったらぜひご連絡くださいなんていうなんか下心もありつつ喋っていこうと思います。よかったらね最後までお付き合いください。はい、ということでね、改めましてよろしくお願いします。今回ちょっと表紙もねスタイル変えてみましたね。いいじゃんっつってね。でまずね、まあ、話したことあるやつからいこう。左上から行こうか。オレンジのところ CM っていうね。でこれは2019年の目標にもさらっと入れてるんですけど、もう何でもいいから CM 出たいこれね、なんか有名になりたいとかするわけじゃなくて、もうただ単に人生生きてるうちに CM 一回出たっていう経験をしたいなっていうだけなんだけど、もうほんとね、ギャラとかほんと1円もいらないから、ほんと先生役のちょい役とかでいいんで、塾の関係者の方 CM 起用してくれないですかね、ほんとにって思ってるんですけど、よろしくお願いします。もうそれだけ。うん、これはもう興味です。やってみたいなって。だって、まあ、これそこに書いてないけど、俺歌全然上手くないけどさ、 CD とか人生のうちに出してみたいもん。それは歌で有名になりたいわけじゃなくて、出したっていう経験がしたい。でそれをずっと本もそう思ってて、参考書出したいとか自分のね、勉強の考えの話とか書きたいって思ってたのは叶ったからさ。で叶うわけないって思ってたし、塾講師やってる時とか、もちろん大学生の時とかね、学生の時なんて思ってないわけ。それをやりたいなとは思ってたけど、でもそれが口に出して何かしら運が巡り来て叶ったからさ、まあ、これまで口に出していこうって。 CM なんてごめんね、鼻で笑うかもしんないけど許して、それ本気なんだ、本気で思ってるから。そうそう。でまず1個で、その横ね、緑のやつは情熱大陸、まあ、これもずっと言ってるね。自分がテレビというかメディアの中では、まあ、最終目標です。なんかね、その NHK さんのプロフェッショナルとかガイアの夜明けとかも同じなんだけど、実はでもただ情熱大陸っていうのが一番最初に出会った、出たいって思った番組が情熱大陸だったから、ずっと情熱大陸って言ってるんだけど、出たい。あのね、自分その普段今ね、ありがたいことに本とかさ、新聞とかで取材してもらうことが、まあ、たまにあってさ、ですごい好きなの、取材してもらえるの。何が好きかっていうと、まあ、自分がインタビューとかするじゃんか。それをそのハイチっていう人間をどういう風に切り取ってくれるのかなっていうのが非常に興味があるの。だからそのテレビとか、この前 NHK もそうだけど、取材時間全部で多分6時間とかなってるのね。それを5分にこうギュッてまとめてもらったわけじゃん。で、まあ、6時間も撮影してさ、5分だけかって思う方もいるかもしれないけど、それでも6時間自分が話したこととか、いろんな撮ってもらったことをどういう風に自分のことをこうテレビの中で見せてくれるのかなっていうのは非常に興味があるのね。で、情熱大陸っていうのは30分の番組、まあ、もちろん短いから30秒30分の番組を一人の人にスポットを当てて切り取ってくれるわけよ、考えとかを話しながらね。だから自分がもし出ることができたら、どういう風に切り取ってもらって、どういう風に見せてくれるのかなっていうのがめちゃくちゃ興味がある。そのために頑張ろうって思ってるから。でこれはいつも言うけど、30代の目標、俺もね、今34歳だからあと6年ですね。6年のうちに叶えたいね。多分 YouTuber 出てた人いないね、まだね。まだ俺が最初になるとは思ってない。それはね、ヒカキンさんとかさ、ヒカキンさんが一番早いね、一番近いと思うんだけど、だけどそう、出たいなとすごく思っていて、うん、視聴率は全然取れないけど、そのためにはインフルエンサー力というかインフルエンス力が必要なのかなとも思うんだけど、まあそこはいろいろ葛藤あるとこなんだけど、まあ言わせて、情熱大陸は出たいかな、出てみせると思ってるから、それが夢ですね。で真ん中行こうか。100万人、これはもう YouTube の登録者ですね。今年の目標は85万人って言って、聞いてくれ、85万人ね。今残りの今年の年を、日を1日1000人の登録者で増やしても85万届きません。まあこれブレイクスルー佐々木さんの動画だったらさ、こう厳しすぎっていうかね、真ん中に出るぐらいだから。これ、ね、ブレイクスルーさんの動画見てる人はわかる、きっと。っていうぐらいのテロップが入るぐらいに厳しい。もうもう本当に厳しい。もういける確率は 1% 2% ねえんじゃねえか、みたいな世界なんですけど。でもね、自分の中で今年85万人って掲げたのは、俺の中で来年、2020年中に100万人行くっていうのが絶対目標なの。これは絶対に達成したいって思ってて。自分の中でももちろん100万って数字に行きたいっていうのもあるんだけど、勉強コンテンツ、学生、噛んでる。勉強コンテンツ、
学習コンテンツとか教育 YouTuber でもいけるんだよっていうところは本当に見せたい、 YouTube の世界で。で今すごいね、呼び乗りくんもそうだし、いろんな方がさ、教育系の方が出てきてで頑張ってるわけよ。で呼び乗りなんて、匠なんてさ、本当にこう授業で頑張ってる方だから、やっぱりまあやつはね、もう十分もう伸びてるし、一人で全然いけるんだけど、でもこれからもっともっといろんな方が出てくると思うの。その勉強のやり方とか話すんじゃなくって、その授業っていう風をやってくる人がもっともっと YouTube で活躍しやすい、その投稿し始めた人がもっともっと、なんだろう、広がりやすいというか、自分みたいに苦戦しなくていいような環境も作っていきたい。そのためにはやっぱり YouTube で勉強するっていうのが当たり前になんなきゃいけないんだよね。そのため100万人がいるよってすごく大きいと思うの。そうだから、必ず2020年のうちに100万人いけるように、そのために85万今年いけるような、いけるぐらいの勢いをつけとかないと、その来年達成厳しいなと思ってるんで、だからその100万人、それも夢というか、それも目標に近いんだけど、必ず100万人を行ってみせる。でも不安はあるけどね、非常に不安は大きいんだけど、でもそう思ってる。それが3つ目の夢ね。で次はね、どっち行こうか、左側行こうか、盲導犬ですね。これも初めて、その盲導犬と右側も多分初めて話すかもしれない。盲導犬はですね、まあ、自分妹が障害者なんですよ。そう、知的障害と、発達障害が2つあるので、かなりちょっと重い障害を持っていて。で、結構その障害者の子とか、方をね、と触れ合うことが昔からずっと多かったわけよ。まあ、そうやって学校、そういうところに行ってたからさ、行けばね、いろんな障害の方がいらっしゃるから。で、身近だったんで、すごく障害のある方が生きやすい世の中にしたいなって、めちゃくちゃ学生の時から思ってたの。小学校の時から。なんでこんな日本は生きにくいんだろうみたいな。で、盲導犬でみんな知ってると思うんだよね。あの視覚障害、目の見えない方がそのハーネスっていう、そのなんだ、器具をつけて盲導犬に連れてってもらうでしょ。で、盲導犬ってね、日本めちゃくちゃ発展してないというか、少ないの、数が足りてないんだよね。で、盲導犬育成の学校がさ、少ないの、そもそも日本って。で、その盲導犬を育成する学校とかを作りたいなって、これを中学の時に思った夢なんよ。でそれを今でも思っていて、ただそのために何をしたらいいかがわからない。今でも調べてもよくわかんないし、だそのためにさ、なんかひとまず自分がこう活躍の幅を広げていくことによって、何かの縁でそういう方とつながれないかなとずっと思ってるんだよね。だから今自主的には何も行動してないってことはあるんだけど、そう、盲導犬の育成学校とか、盲導犬をその、なんだろう、ブリーダーじゃないや、なんて言うんだっけな、教えてたごめん、盲導犬をその育てる方、そう、そういう方の仕事もあるんだよね。でそういう方の育成学校とか、まあ、そういう盲導犬に関する何かができたらいいなって非常に思っていて、それは夢だな、一個のね。で最後右側、それ和塾っていうんですけど、塾です、塾。これはでも勉強の塾じゃなくって、これもやりたいことなんだけど、自分ね、人のコミュニケーション能力っていう言葉があるでしょ。みんなコミュ障なんていう言葉よく使う、コミュニケーションがうまくできないコミュ障って言ったりするけどさ、でコミュニケーションの最上位というか、そのコミュニケーション能力のすごい高いところとか、大事なことを突き詰めていくと、俺人に教えるってことだと思ってるの、俺の考え。これはでどういうことかっていうと、人に教えるっていうのは、ただただ例えば数学の俺の授業みたいにさ、数学をわーって話すだけだと誰でもできるんだけど、その目の前に人がいるときに教えるっていうときは、相手の表情を見たりとか、相手が分かってるかな、この言い方をしたらあの人、あの、なんだ、相手の人に伝わるかなって、いろんなことを考えるんだよね。伝えと教えるっていうことは。で、それができるようになると、人に何かを伝えるっていうときに必要な能力というか考え方も、その、教えるっていうことの中に詰め込まれてると思っていて、で、それを、学生の時に人に教えるっていう経験をすごくしてほしいの、俺は。特に中学生のうちに、中高のうちに。一番は中だな。小学校高学年でもいいなと思ってんだけど。で、自分がやりたいのはね、例えばその地域とかでその行えるようになったら、その地域に住んでる、じゃあ小学生、小学校5、6年生を集めますみたいな。休みの日に集まってって。その5、6年生をじゃあ10人ぐらい集めたら、中学生、まあ、友達とかでもいいんだけど、中学生3人のチームで、女の子3人友達で来てもらって、先生役やってくださいって。で先生をやるにあたって、自分とかその教える側がフォローして、そのなんだ、教えてる様子とかを見ながら、こういう風にしていくともっと伝わるよって、教えやすいよっていうのをやってって、まあそれをね、1日だけじゃなくて、まあ、2回か3回のプログラムにして、でその教える側も、教えてもらった側もさ、勉強の宿題が進んだっていうメリットもあるし、分かんなかったことが分かるようになったってなるだろうし、で自分ら先生に教えてもらうってことも大事だけど、ちょっとお兄さんお姉さんに教えてもらうって経験ってすごく、なんだろう、刺激になるんだよね、子供にとっては。でその中学生の子たちにしてみたら、やっぱ教えるっていう経験を、いろんなこう葛藤とか悩みをしながら、その
なんだ、やっていくっていうのはいい経験になると思う。それがもっと上になって、じゃあ中学生に高校生のチームで授業をしてあげる、教えてあげるっていうこともできるわけ。で、それは前にだって黒板とかで教えるっていうよりも、もうそれも OK なんだけど、それよりは、じゃあ10人の生徒に3人チームで機関巡視、その、みんなが勉強してるところをぐるぐる机を回って教えてあげて、その中でいろんなことを学んでいくっていうのを、ずっと俺、それやっぱり大学の時に思ったわ、俺。和塾って勝手、その時も名前つけてたんだけど、そう、和塾って名前をつけて、なんか和がつながるってイメージね。そういうのを、まあ、塾っていうか、イベントというか、すごいやりたいなってずっと思ってて、そう、そんなこと思ってます。はい。いろんなこと思って、まだいっぱいあるんですけど、まあ、今、直近で、なんか伝えたいなと思ったのはこんなとこです。で、今回なんでこの動画をね、平成最後に投稿してるかっていうと、まあ、自分がよく言ってますね。夢は口に出せよって言ってるんだよ。みんなに言ってるから、せっかく、まあ、普段俺結構言っちゃってるからさ、また言ってんのか、ハイチってなるかもしんないんだけど、まあ、でも、ね、改めてちょっと聞いてもらって、で、それを叶えていく姿っていうのはやっぱり見せてきて、すぐ叶わんないけどね、すぐは叶えらんないけど、でもちょっとさ、あの時ハイチ言ってたな、叶ってんじゃん、すげえじゃん、俺も頑張んなきゃ、私も頑張んなきゃって思ってもらえたら幸いだし、うん、そうなってほしいなと思うので、みんなもぜひね、こうやって夢出すで、口出すでしょ？俺ね、バカにされるから。普通にバカにされるよ。CM とか出ねえよ、バカじゃないのって言われるんだけど、関係ないんだよ。だって俺の夢なんだもん。人が評価するもんじゃないもん。それを俺が諦めちゃったら、ね、それはもう夢がダメになっちゃうけど、で、俺が叶うと思って前に進み続ければいいんだもん。叶うまで歩みを止めなければいい。ね、間に合う、寿命が間に合うかどうかだけの問題なんだから、夢が叶うかどうかはね。なので、ぜひね、みんなも、まあ、今夢がある方とか、ない方ね、いらっしゃると思うんですけど、ぜひぜひ夢が何かね見つかった時は、これを口に出したらバカにされるかなとかね、否定されるかなって怖いと思うんだけど、気にせず出してけ。それが大事。それがね、1週間後1ヶ月後に夢が叶うかと変わっちゃうかもしんない。自分がちょっと気分が変わりやすくてなっても、それはいいんだよ。そん時はそん時なんだよ。そん時のあなたはその夢を持ってました。1ヶ月後変わりました。それは人は変わっていくんだから問題ない。あんたすぐ変わるよ、変わるわよねって。いやいや、そう、人は変わるんだからしょうがないんだよ。そうやっていろんなものを変わりながら、それでもやっぱこれだって思う夢が見つけられたら、それいいわけなんだから、ぜひね、みんなも自分の夢を大事にして、自分の人生をね、歩みを進めていってください。はい、という感じでちょっと駆け抜けて話していきましたが、今回というか平成最後のね、ハイチのダラダラジオ、俺の夢を聞いていただきました。さて、次回は令和ですよ。令和一発目です。何も特別なことはしません。普通の会話を話していきますが、まあ、もしよかったらね、令和になってもダラダラジオ続けていきますので、ぜひね、次回の方もご視聴ください。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。